陸上1 1 0メートルハードルで日本選手初の決勝進出そしてその先のメダル獲得が期待されるのが泉谷俊介選手ですトラック種目で個人でのメダル獲得となれば1928年のアムステルダム五輪女子8 0 0メートルで瞳絹枝選手が銀メダル以来日本選手としては史上2人目の快挙となります男子のハードルの高さは1 0 6 7センチ これは JR 在来線の幅と同じです。110メートルを走る間に10台のハードルを超え、その速さを競います。これまで世界から一番遠いとされてきた110メートルハードルですが、止まっていた時計の針が動き始めたのは2018年。後に東京五輪代表となった金井太陽選手が14年ぶりに日本記録をマークすると、そこから高山俊也選手、東京、 パリ五輪代表、泉谷俊介選手、東京、パリ五輪代表が立て続けに記録を更新し、去年6月に泉谷選手がマークした日本記録イコール13秒04は、東京五輪金メダリストと同タイムです。このタイムの凄さを表す指標が、世界陸連が設定するスコアリングテーブル。種目ごとのパフォーマンスを公平に比較するため、記録を得点化しているもので、 110mH における13秒04は 100m に換算すると9秒88相当の評価となっています。去年8月には日本選手として初めて世界選手権、決勝の舞台へ挑みメダルまで0.1秒の5位入賞という快挙を達成。泉谷選手を指導する日本陸連の山崎和彦協会委員長は 短距離ハードルは一番世界から遠い種目と言われていたが、一番世界から近い種目となっている、とし、重点的な強化が実りつつあると強調しています。